お、始まった。なんだこれは。お、お、これか。すげえ。あ、こんな感じで始まるのか。すげえぞ。ほうほう、なるほど。これ動かして。おー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 おおお。F は？あ、F 押してもこれ意味ないのか。最初はスペース。F に、F 押しても意味ないって書いてあったな。アップデートに。おー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 。そろそろか。よし！お！すげえ。すげえ。これめちゃくちゃ面白いな。おお。待て、この速度で落ちて大丈夫か？足折れねえか、これ。おっ！大丈夫だった。ほう。久しぶりだ。久しぶりに折れたぞ。ここは？あ、レース場の近くか。やべえ、久しぶりで操作わからん。やべえぞ。うん、おお、なるほどな。こんな感じだったな。うん、よし、ある程度準備をした。久しぶりすぎて全く操作がわからなかった。うん、私としたことが。よし、少し、よしよし、これだな。なるほどなるほど。よし、操作方法を思い出そう。うん、大丈夫だ。よし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 。おー、懐かしいな。よし、大丈夫だ。なんとかなるだろう、これで。よし、まずは新しく追加されたアウトポストへ向かおう。うん、おっと、ゾンビがいるね。よし、その前にまずはゾンビを少し撃ってみるか。久しぶりだ。弾が当たるかどうかわからん。私のエイムが大丈夫かどうかわからん。お、あ、ダメだ。当たってない。くそ。よしよし。よし。大丈夫だ。まだなんとかなる。なんとかまだ大丈夫だ。ん？あ、ダメだ。当たらん。当たらん。当たらん。よし。あ、まだ、なんとかギリギリ使えるレベルかな。結構外してたけど。うん。ほう、懐かしいね。ゾンビが。座ったまま、ご臨終してしまったゾンビがあんなところにいるぞ。おお、休んでいるからだよね。すがすがしい表情をしているね。うん、よし、では向かうか。さてと、この先にあるようだ。マップを見たところ、ここも新しく追加された場所のようだな。うん、いくつかアウトポストが、お、アウトポスト Z3。 うん、マップ上にいくつかセーフゾーンが追加されてアウトポストができている。おー、こういう感じか。なるほどね。レンガ作りの。ほう、入ってみよう。なんだ。はあ、店が立ち並んでいる。うん、まずは奥まで行くか。ぐるっと一周してみよう。うん、ほう、すごいね。うんうん、こっちはどうだ。これ通れるか。通れ、あ、くそ、当たっちゃった。通れるな。よし、なんとか通れる。おっと、ここは車屋。うん、よし、降りてみよう。なんだ、監視ロボが。監視ロボ久しぶりに見た。監視ロボ通してる。よし、さてと、中に入ってみるか。車屋だ。お、なんだ、
なんか今声が聞こえたぞ。このおっさんか？話しかけてみよう。ほう、なるほど。ここでトレーダーと買い物ができるわけだ。ほう、なるほどね。ほう、なんとカテゴリーに分かれているのか。自転車とか。ほんほんほん。なるほど、ここでカテゴリーを分けて見ていくと。ほう、車も買えるようになってる。なるほど、これは便利だ。うん、ピックアップも買えるのか。ほう、よし、次はこっちを見に行くか。ここは、あ、武器、ワッツアップって言わなかったか。ワッツアップ、やべ、なんて言ったっけ、全然聞こえなかった。うん、ここは武器屋だな。おお、やはりカテゴリーに分かれている。お、なんと武器屋には売ることができるな、俺の所持品を。ふんふん、なるほど、その店に対応した商品なら売ることができる。うん、これまず売ってみるか。じゃあこれを一回売ってみてどうなるかちょっと試してみよう。うーん、よし。あ、なるほどね、こういった形でキャッシュに変わるのか。はあ、なるほど、これはお金は重要になってくるな。うん、なるほどね。こいつどうだ、撃てるのか。おっ、なんだ、何か起きるわけではないな。うん、ん、なんだこれは。バンク、銀行。うん、なるほど、ゆくゆくは銀行が追加されるのか。そしてお金を預けておく場所ができると。ほうほうほう、確かにそうじゃないと危なすぎる。強盗が現れるはずだ。さて、ここはなんだ。おっと、ウェルカムウェルカム、すげえ、めちゃくちゃ本当にいそうだな。うん、あ、食料、ここは食料も売れるのか。なるほどね。あ、じゃあなるほど、狩りをして鹿の肉とかすぐ、あー、狩りをした肉すぐ腐るから、ここで先に売り払うこともできるのか。なるほど、狩りで生計を立てることもできるのか。うん、これは面白い。なんとストレージも買えるのか。はあ、ということは自分で作れないストレージも。あ、なるほど、これはスキルの振り方を少し考えることもできるね。ふんふんふん、足りないスキルを買うことで補うことができる。あ、なんとやはり鍵を買うことができる。これは素晴らしいね。なるほど、戦闘に特化させたとしてもなんとかなる可能性があるな、これは。うん、素晴らしい。ほー、お、刀。あ、なるほど、カテゴリーね。ほー、バッグもあるぞ。あ、ハイキングバッグもいろんな種類買えるようになってるわ。これは便利だ。なるほど、なるほど。なるほどな。これは、まあ、どこかで戦闘が起きてた場合、それを漁夫ろうとするやつも出てくるな。よし、じゃあ、このまま、飛行機を見に行ってみようか。空港へ向かおう。うん。出発だ。
よし、空港に着いたぞ。あるとしたらあそこだな。あの格納庫に、二つある格納庫をまずは見に行くか。うん、よし。もしもの時のためにガソリンと修理キットを持ってきた。さて、見に行くか。うん、監視ロボがいるために最初にしっかりと修理をしてから出さないと、ロボの攻撃で破壊されてしまう可能性がある。そんなことがアップデート情報に書いてあった。うん、さてと、見に行ってみよう。この車も危ないがな。この中どうだ。ないな、ないない、ないな、危ない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 。ないね。あっちはなかった。向こうだ。さて、車も撃たれると危ないからな。危ない、バレた。バレたバレた。よし、こっちを見よう。こっち見て。ないな。ん？ないぞ。ないわ。ない。あれ？この空港はないのか？ダメだ。ダメだ、ダメだ。こっちはないのかもしれん。まあいい。よし。D4 の空港に向かおう。うん。あっちならあるだろう。よし。D4 の空港に到着した。ここはロボが本当に危ない。しかし、車で近くまで近づいてみようか。あ、いるな。奥にいるな。まずこっちだ。ここは格納庫は1個しかなかったのか。うん。よし。中身を。どうだ。いや、ないな。ないね。奥にロボがいる。うん。ちょっともう一回見よう。どこだ？ダメだ、ないわ。やっぱりない。やっぱりないぞ、これ、中に。どうなってる？よくわからん。まあいい。よし。くそ！いや、いか！見えなかった。見えなかったぞ。ほっ！危ない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 。危ない。くそ。やべえ、タイヤパンクした。あっ、やばい、やばいやばい。やばい、ここで死ぬわけにはいかん。よし、まずは、あの中に入って治療しよう。ふぅ。さてと、飛行機は見当たらなかったので、強制的に飛行機を出してやった。まずは、これで、飛行機に乗り込んで、どんなもんか見てみようじゃないか。うん。よし、乗り込んでみよう。おー。すごい。あ、羽が動くのか、ここで。なるほど。あ、マウスのスクロールでエンジン始動。おー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 、飛んだ！飛んだぞ！飛んだ！すげえ、やばい、ロボに見つかる。空飛んでても、やばい、飛んだぞ。おお、すげえすげえ、飛んでる飛んでるぞ。俺はすげえ、めちゃくちゃ気持ちいいぞ。人類は空を飛んだ。ライト兄弟じゃねえんだから。よし、すごいな、これめちゃくちゃ気持ちいいわ。すげえ飛んでる。おお、この風を切ってる感じがすごいな。うわー、これは気持ちいいわ。なるほど、荷物も乗せれるのか。おお、すげえ。しかしこれどうやって着陸するんだ。まあいいか、もう少し行ってそれから考えよう。おお、あのでかい都市がこんな風に見えるのか。
すごいね。めちゃくちゃ気持ちいい。おー、よし、一旦あの直線で着陸試みてみるか。うん、少し速度を落としながら道に沿って平行になんとかなるだろう。しかしこれはかなり距離がいるな。うん、よし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 、このまま平行に行けば大丈夫だ。やばい、大丈夫か。羽が当たったらやばいかもしれん。よし、大丈夫だ。よし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 、着陸成功したわ。どうすんだ、ブレーキ。あ、なるほどな。スペースは一応ブレーキになってるのか。うん、ほう、どうやってこれプロペラ、あ、止まったわ。勝手に止まんのか、あれ。うん、やばい、なんか勝手に後ろに下がっていく。うまいや。そうだ、あ、そうだそうだ、これ飛行機に銃を取り付けれるみたいなの書いてたな。銃どこに取り付けんのこれ。前の席に乗って取り付けんのか。まあいいか。よし、取り付けるための銃をまずは出した。 RPK を取り付けれるらしい。今弾を込めている。しかしこれ弾込めもすごいな。改めて見るとちゃんと一発一発入ってるわ。うん、よし、弾を入れ終わった。準備が終わったぞ。2丁 RPK を準備した。さてと、さてどうやって乗せるんだこれは。うん、この前の席にまずは乗ってみるか。乗ってこの状態で何か出るのか。ん？ダメだな、出ないな。いかん、なんか下がっていってる。やばいやばいやばい、一回降りよう。ダメだダメだ、違うね。これどうすんだ。あ、なんだ、今の今見えたフリンジみたいなあそこにつけんのか、これ。あ、これか、これにつけんのか。あ、なるほどね。あ、こうやってつけるわけだ。ほうほうほう、なるほど。手に装備してここにつけると。お、素晴らしい。いいね。これでも運転しながら撃てんのか？前に誰かが乗ってないと撃てないのか？わからんな。まあいいか、とりあえず一旦空飛んでみよう。まずは飛んでからだ。なんでこれ勝てた？あ、撃てるわ。撃てる撃てる。撃てるわ。このまま普通に銃撃つ感じで撃てる。よし、飛んでみるか。うん、よし、このままもう一度空港に戻って、あの鬱陶しい監視ロボたちを攻撃しに行ってみよう。ふんふん、しかしこれ照準が出ないからわからんな、どこを撃てるのか。うん、難しいね。飛行機に乗りながら銃を撃つ。これ前に乗ってるやつは普通に狙えんのか、銃を。わからん、二人で乗ってみないとわからん。うん、難しいな、やはり。直線上に撃つことはわかった。うん、よし、このまま向かうぞ、空港に。よし、しっかりと高度を調整してなるべく平行に、ロボを発見したら平行に近づいていきながら撃つ。難しいね、しかし調整が、微妙な調整が難しい。うん、よし、行くぞ。あの鬱陶しい監視ロボどもを駆逐してやる。
危ない危ない危ない よし、よし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 、見えた、一体発見者。どれぐらい、少し下向きに撃つか。あー、クソ、ダメだ、見えない。この感じで撃ったらどうだ、どうだどうだ、うわー、当たった、一発当たった。あー、やばい、やばい、危ない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 、やばいやばいやばい、このままじゃやばい。あっ、あっ、あーくそまあそうなるわな。ああ、面白い。しかし飛行機面白かったわ。はあ。